にちは、寝ばせいこころです。前回のライブ配信見てくれた方いますか？見てくれた方はもう知ってくれてると思うんですが、私ロート製薬の公式 YouTuber 寝ばせいこころと言います。これからちょっとずつ皆さんに私のことを知っていってほしいなと思うんですけど、ここでちょっとだけ私のことを話させてください。趣味はロードバイクで旅行することで、好きな食べ物はイチゴとサツマイモ。あ、この間イチゴ狩りに行ったんですよ。イチゴ狩りはいいですよね。なんたってイチゴが食べ放題やからな。しかもいろんな品種のイチゴが食べ比べできるんですよ。最高やと思いませんか？ちょっと語りすぎちゃいましたかね。あと日本酒が大好きです。で、今後どんなことをやっていくかっていうのは考え中で、でも私の特徴というか武器といったらやっぱり研究員として働いてるところなので、健康にいいこととか体や肌にいいこととかをみんなに発信していければなーとなんか YouTuber っぽくないですかね。まあいいや。ここでココロちゃんの健康情報。みんなが健康的な生活を送れるとっておきの豆知識を教えちゃいます。毎日を健康に生活するための秘訣、それはよく寝ること。いや当たり前やんって思いました？思いましたよね。いやでもこれほんまに大事やからな。っていうのも私最近悩みがありまして、睡眠時間がなかなか取れないんですよ。こんなこと言うと大丈夫？仕事忙しいの？とか、どうせ夜中まで飲み歩いてんやろとか言われるんですけど、全然そんなんじゃないんですよ。なんでかというと、私深夜のバラエティ番組とかめちゃくちゃ好きで、月曜日の夜更かししちゃう番組とか、あるテーマについてトークを繰り広げる番組とかめちゃ好きです。最近ミュージカル調の海外ドラマにもハマってます。あとさらにゲームも結構好きで、イカになってインクを飛ばし合ったり、オンラインゲームでパーティーを組んでダンジョン攻略したりしてたら、チュンチュンって鳥の鳴く声がして、気づいたらもう朝みたいな。ダメですよね。本当に睡眠はすごく大事なんですよ。お肌のゴールデンタイムって聞いたことあります？夜の10時から午前2時までの時間のことなんですけど、その時間に成長ホルモンがたくさん分泌されてるんです。だからお肌もそうだし、体全体の調子も整えられるんです。もう私の場合はゴールデンタイムにお肌いじめ抜いちゃってるんで、反省します。私も早く寝ねば。こんな感じでこれからのんびり動画上げていきますんで、今後もよろしくお願いします。またねー。